始まりましたマーケットアナライズです。岡崎さん、今週は自分で言うのもなんですけど、はい、今週私はよく働きました。お疲れ様でした、はい、よく働いたので、はい、後ほどその成果を皆さんに、お伝えしたいと思います。何の内容なのか、はい、今年もねいろいろありましたからね。今週またさあ、そしてゲストをご紹介します。イデアファンドコンサルティング代表取締役兼楽天証券資産作り研究所ファンドアナリストの吉井隆博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新NISAが始まって3ヶ月が過ぎました。はい、よく働いたんじゃないですか、吉井さんも。そうですね、去年からも働き詰めですね。皆さんお忙しい、ね、今日はその成果を吉井さんもどうぞよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。それではマーケットアナライズで資産運用を考える習慣を、まずはよりグローバルな視点からマーケットを分析していくグローバルラップです。お願いします。いきなりですが鈴木さん、はい、チャート日経平均株価ですが、よく見ると終値ベースで3月29日、前年度末が高値で2週間過ぎちゃったんですね。そうですね、新年度入ってあまりいいところないまま過ぎてしまっているという状況ですね。最初はね、リバランスが来るからこれはしょうがないなっていう感じだったんですけども、なんでしょう、なんか期待が足りないのか、それともなんか他に理由があるのか、まあ、率直に一言で言うとどんな感じで見てらっしゃいます？まあ、もうちょっとかかるかな、日経平均上は、うん、その前の3月の頭、3月の下旬に大きく上昇しているところが、うん、その半導体関連株 その一本立ちでつけたところが随分あったんですよね、うん、で今その半導体株が全部高止まりしていて、下げるに下げない、上がるのも難しいという状況 で周りの銘柄が今うわっと一斉に来ているという状況なんですが、それだと日経平均やトピックスはなかなか押し上げられないという動きになってますね、うん、やっぱり、まあ決算発表待ちというところで連休ぐらいまでこんな感じなんですかね。いや、まさにそこですね、決算を今待っているという動きだと思います、うん、はい、続いてアメリカの方を見ていきましょう。ナスダックも、はい、実はナスダックが面白い動きをしていてですね、3月のこちらはね22日ぐらいかな、この辺が1回高値だったんですが、この後4月のですね、これは11日ですかね、ちょびっとだけ高値を上回ってきたんですよ。ただどうですか、このペースでこういう角度で上がってきたものがブレーキがかかっていることは事実です、はい、でブレーキがかかっているのはですね、もう今更説明する必要もないんですけれども、アメリカの長期金利がちょっと予想外に 4.5% というのは、一番低いところから見るとですね、もう 70ベーシスポイント 0.7% 以上も上がってるんですね。3回分の利上げといいますか、利下げの見送りみたいな、はい、そういう絵がですねマーケットに織り込まれているような事態なんですね。さすがにこういう状況の中では、こちらダウを見てください、まあ、ダウが一番はっきりした形ですね。あるいはラッセルもそうですね、ちょっと伸び悩むというか、さすがにブレーキがかかってしまった。 SP500 の方も、こちらはですね日経平均の前日ですね、3月28日高値で、そこで踏みとどまってとどまっているっていうのかな、次の上昇がいつなのかなっていうのをみんな待ってる感じです。アメリカも決算シーズン始まりますからね、はい、これ見てるんでしょう。で、諸悪の根源になっちゃいました、こちらアメリカの10年もの国債利回りです、正確に言うと2月に 3.8 ぐらいまでつけるんですが、この前の12月に一番低いところがあります。でそこからラインを引くとこういうような形になっちゃったんですね、うん、こういうような形です。でこういうような形になっている理由は、まあ、端的に言うと2つあって、まあ、1つはインフレ率が下がらないことなんですが、はい、なんでインフレ率が下がらないかというと、元を正すと景気が強すぎるというわけですね。でなんでそんなに景気が強いの、こんなに金利が高いのにというのが、次のコーナー、私のニュース項目のところのテーマになる、そういう話です、はい、で10年金利はこんだけ上がってますからね、ドル円がやっぱり153円で、いやこれまあ、実に何とも日本らしいマーケットですね。152円でこう止まってたものが今度は150歳にポンと上がって、アメリカの長期金利が 4.5 になったんで、今かと介入がいつ来るのっていう感じで待ってる感じですね。ただどうでしょうね、前にも番組で紹介しましたけども、前回介入があったのが2022年の9月から10月、はい、あの時って、まあ、ニュースといえば我々もそうでしたけどもね、円安が進んでいます、はい、輸入インフレが進んでいます、物価が上がってます、これは大変なことになりましたっていうことを繰り返し言ってましたよね。これを食い止めるには為替を円高に戻すしかない、だから介入ができたという、まあ、国民の、世論の支持があったと思うんですけども、今はあんまりそこまで
あの時ほど大騒ぎはしてないんじゃないかなっていうのが私の率直な、そんなことないですか。どうなんでしょうね、実感としてはまだまだまだだなっていう感じ、まだまだ上がってる感じですか ね、まあその辺のところでしょうね。この辺のところを政府が、財務省がどんなふうに感じているのかなというところ、はい、まあマーケットと財務省の腹の探り合いになってるような気がしますね。ただもう近いですかね、まず総理が帰ってからじゃないですか、はあ、うん、私は選挙とセットで考えたいなと。選挙前にあんまり国民の心理が不安に陥ることのないように考えると、まあ過度の円安とか過度の変動というのが起きている中で選挙解散とかできないと思うので、もしも本当にそれをするのであれば、で少しマーケットを落ち着かせてからやるんじゃないかななんてことを考えてるんですが、考えすぎかもしれません、はい。一方ヨーロッパの方はですね、調子悪いんですよ、調子が悪いので逆にこれに呼応するようにヨーロッパの方が ECB の方が先に利下げをするのではないかななんていう声も聞かれています、ただ、ちっちゃいニュースだったんですけどもね、フランスの通信会社の格付けがちょっと引き下げられたりとか、あんまり良くないニュースがですね、ちっちゃいニュースなんですけどもポツポツ出ているのが今のヨーロッパの現状です。なんかカンフル剤的にやっぱり利下げが必要なのかなという、そういうふうにも見えてきました。一方でイギリスの方は横ばいですね。こちらはちょっとコンチネンタル、大陸ヨーロッパとですね違うところかなと思います。最後に原油です。まあガザの問題ですね、イスラエルとハマスの問題からイスラエルとイランの問題に広がってほしくないんですけれども、まあ、ニュースを見ると、まあ、連日のように何かしら誰かが何かを言ったとかというそういう報道が続いていますから、この状況だと原油がやっぱり高くなりそうな気配ですし、そして金価格の方もまだまだ上昇のスピードを緩める気配、どうかな、出たのかなのか分かんないけども、まあ、ある程度正当化されてしまうというそういう1週間であったかなと思います。はい、では続いて鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木和之の今週の MVS のコーナーです。お願いします。はい、今週4銘柄ですが、非常にニュースの多い1週間でしたね。これは日立です。日立が上場来高値を更新したというニュース、動きなんですが、マイクロソフトが日本に4000億円強の直接投資を行ってデータセンターを作る、生成 AI 向けにデータセンターを拡充すると。で、アマゾンウェブサービスという世界ナンバーワンのクラウドで、ナンバーツーのマイクロソフトのアズール、それを増強していくという状況なんですが、そうすると日本では電力が足りなくなる。生成 AI は便利なんですが、電力を今の10倍ぐらい食うというふうに言われていて、日本が新興国並みに電力不足に陥るという懸念が、アメリカでも今出てるんですけどね。で、電力設備投資関連としての日立、日立はハードとソフトと、どちらもやってはいるんですが、このあたりからしっかりした動きがついているという状況ですね。それからその次も同じく電力関連で、これは大変っていう、変圧器です。で、発電所を作れば良いという問題はなくて、一番肝心なのはこの変電所、変圧器が一番足りなくなる。日本で一番大きな関連銘柄としては富士電機なんですが、日立と同じようにですね。で、富士電機の株価もしっかりしてますけど、より特化しているその変圧所、変圧器のメーカーで大変、業績が非常に好調であるという状況ですね。それからこれはもう銀行株です。で、これはメガバンクの三井住友フィナンシャルグループ、今最も動きが良くなってきているという状況ですが、インフレ、円安で日本でも金利上昇がじわじわ強まっているという状況で、10年金利が 0.8% まで今上がってきているという動きですね。で、銀行株も動き始めてきているという状況になりました。最後にもう一つだけ、これは悪かった方としてはセブン&アイホールディングスです。で、今週2つセブン&アイに関しては大きなニュースが出まして、1つは、イトーヨーカドーの株式を将来的に2026年、来年、再来年には一部売却して、外部の資本を入れて、ヨーカドーを改革していく。コンビニ一本足打法ではなくて、ヨーカドーの手こ入れを社内ではなくて、外の力を借りるという、まさにアクティビストはかつて要求していた方向に動き始めているというのがありました。で、もう一つのニュースが、その決算発表がありまして、これがあまり良くなかったです。前期24年2月期の、営業利益は 5% 増益、今期 2% 増益ぐらいの見通しを出してきて、それに対するマーケットの失望感というものが出てしまったという動きでありますね。決算
先ほどの売却の話は買い材料で、決算が売り材料で、差し引き売り材料の方が、材料の方が強かったと、こういうことなんですかね。そうですね、これ陰線が最後の方で、2日間続いていますが、うん、その一番右側の陰線はこれ決算に反応したというニュースです、ね、でその一つ前の陰線はこれ、うん、イトーヨーカドーを売却する、一部売却して、うん、将来的には上場させる、分離するという動きなんですが、うん、プラスで始まってその日はで、結局その日マイナスで終わってしまったという状況ですから、それはあんまり印象良くないですね。必ずしもそれだけで交換されているというわけではないですね。なるほど、なるほど、ちょっともう話は複雑になってきましたね、はい、今週の MVS でした。では続いて岡崎さんの今週の注目ニュースです。はい、よく働いた成果を見せようと思うんですが、お願いします。今週はですね、マーケットの方はアメリカの CPI に、はい、大騒ぎとなりました、予想よりも、まあ、悪かったと言っていいのかな、予想通り下がってくれなかったので、うん、金利が上昇した、金利が上昇したので株が下がった、金利が上昇したのでドルが上がったということで、これは10日の日に発表になったので11日の、日本の市場あるいは10日のアメリカのマーケットはですね、大騒ぎだったんですけども、その CPI の陰に隠れてしまったんですが、10日の日に発表されたのが3月の FOMC の議事要旨だったんです。あ、そうでしたね。で CPI ももちろん大事だったので、こちらも調べる、はい、その仕事はちゃんとやりましたよ、はい、だけどそれ以上に今回私はですね、 FOMC で今までのに見たことのない文言が出てきたので、これはちょっと言わなきゃいけないな、まあ、逆にこの文言をずっと深掘りしていくとなんか分かった気がしたんですよ、なんでちょっと今私予想アメリカの景気もっと悪くなるはずだったと思ったのに、はい、景気が全然悪くならない、ああここか間違えた理由はって分かったんですが、はいはい、それをお伝えしたいと思うんですが、はい、私のですね、焦点といいますか、今回目を引いたのはこれなんですよ。イミグレーションという言葉が5回も出てきたんです。イミグレーション、移民、移民です。 FOMC、FRB の金融政策決定会合で5回もこの言葉が使われて、はい、そして多くの参加者たちが、メンバーたちが異口同音にというか、それぞれの見方でイミグレーションの経済的影響というのが非常に大きいという、はあ、これまでの FOMC の議事要旨では出てこなかった。だってインフレーションとかグロースとか、うん、失業率アンエンプロイメントとかですね、あとはなんだ企業のアーニングとか、まあ、普通のマーケットでいつも飛び交っている言葉の中で繰り返されて、私も検索することはないんですよ、はい、ところがイミグレーションという言葉が出てきたので、あれこれはと思っていつものように、はい、まあ、私のやり方はですね、ずるいやり方なんですけども、一回全部ワードに落として、はい、でワードで検索のところにキーワードをぶち込んで、うん、それが何回出てくるか、まあ、インフレーションという言葉が10回出てきたとか、フェデラルファンドという言葉が15回出てきたとかですね、まあ、そういうことでやるんですけども、今回イミグレーションという言葉を打ち込んでみると5回も出てきたんですよ、うん、で最初にこのイミグレーションという言葉が出てくるのが前半のですね、外観のところなんです、はい、またこれいつものように英語の時間です。英語が得意な人はこれ私の下手くそな訳なので得意なことはこっちを読んでもらいたいんですが、日本語だけ読みますね。3月の FOMC、例のプロジェクション見通しが発表されましたよね、はい、この番組でもやりました。で矢島さんも解説してくれましたね。経済予測なんですけども、成長のところでいくと、随分と成長率が上がっていたじゃないですか、うん、経済成長が良い、高い成長率だ、景気が強いぞって話になったんですが、はい、予測の情報修正は移民によって増幅されたというんですよ。へー、移民によって増幅された人口増加予測をスタッフが組み込んだことを反映している。なんで3月の予想があんなに強かったかというと、これは移民がすごく増えて人口が増加したからなんですという、それを説明してたんです。というのもアメリカの人口動態統計っていうのはですね、1月に急にポンと上がるんですよ、はい、こうポピュレーションというデータがずっとあって、それ1月にピョンと上がって、あとは季節変動みたいなのが動いていくんですけどね、まあ、1月から3月にかけて情報修正してるのは人口が増えたから、その人口は何で増えたかというと移民の数がえらい増えてたという、そこだった、そのせいですというわけです。これが最初、と思って続きを読むとですね、次の2回目の言葉です、はい、下だけ読みますね、一部の参加者は移民の増加が個人消費支出の伸びを増幅させている可能性が高い、うん、それがまた住宅需要にも寄与していると書いてるんですね。でその後これ続けて読むとですね、この
移民の人の中身だと思うんですけども、違うことかもしれませんが、違うことを言ってるのかもしれません。メニーパーティシパント多くの参加者は一部の低所得および中所得世帯の財政が悪化している。で、文章を読んだ限りはこれ移民の人たちがここに入ってると私は思うんですけれども、いきなりこう、高所得で移民してくる人も少ないかと思うので、まあ中にはいるかもしれませんけどもね。で、所得が財政が悪化してると。で、その証拠はクレジットカードの残高が増えてきて、で、Buy Now Pay Later っていうプログラムっていうんですかね、今すぐ購入して後払いっていうプログラムの利用が拡大してるとか、で、さらにはここですね、デリクエンシーレートっていうのがあるんですけどね、デリクエンシーレートっていうのはこう延滞率、払ってないってやつですね。はいはい。で、これまあカードローンなんかのレートも、カードローンなんかのですね、デリクレンシーレートが多いんですけれども、延滞率の上昇を指摘した。これ文章を読むと、イミグレーションが、低所得、中所得で、それでカードローン、消費者ローンの延滞率というかにつなげて読めるようにも見えますよね。いずれにしても、個人消費を増幅している主人公は移民ではないかという話。これが2つ目なんです。で、3つ目と4つ目は同じ文章の中で出てきます。で、こちらはですね、労働市場の話です。これが強烈なニュースだったんですけど、強烈なメッセージだったんですけども、ほとんどの、ここは、モーストパーティシパンツですね、ほとんどの参加者は過去1年間の労働の供給は労働参加の増加と移民によって増幅されたと指摘した、されたと指摘した、されたと指摘したって、ちょっと文章変ですけどもね、と書いてあったんですね。はい、で、要するに働く人がどんどん移民によって供給されてるから、あたかも農村からですね、都市部に働いてきた高度経済成長期初期の日本であるとか、あるいは中国経済の、テイクオフする時の経済であるとか、新興国みたいなものですよ、はい、田舎からどんどん人が入ってきて若手の、安い賃金の労働力が入ってくるから成長できてるみたいな、そういうモデルになっちゃってるんですね。で、数年間で移民が増加して供給が増えていることで、で、賃金が増えていないと、上がっていないと。まあ、要は移民の人たちは低賃金で働こう、労働意欲が強いので、今アメリカインフレだったじゃないですか、人手不足だったじゃないですか。本当だったらもっと賃金が上がってんだけども、賃金が上がらなくなってきたのはここもと 4.1 ぐらいで推移してるんですけども、これは移民によってインフレが抑えられてるんですよと。インフレがなかったらもっと賃金上がってたかもしれないという、こういう話なんです。で、最後の結論です。これは、FOMC 議事要旨の最後の最後で出てきます。多くの参加者は最近の移民のトレンドが労働力の供給と総需要、これは企業サイドの雇用ですけどね、それから経済活動全体の進化、これエボリューオーバーロール、ここですね、エボリューションオブレイバーサプライと書いてますけどね、このずっと続くんですけども、進化にどう影響を与えるのか評価することは難しいと差し投げちゃってるんですよ。なるほど。確認ですけど、ここでいうパーティシパンツ参加者っていうのは FOMC に参加している皆さん のその多くが難しいと。これはどっちに転ぶんだろうかと。ただ景気がいいわけですよね、景気がいい、はい、でほっとくとインフレになる、でも移民のおかげで賃金が抑えられている、移民のおかげである程度インフレが抑えられている、この面がある。しかし移民が入ってくるもんだから、この人たちがインフレに負けないように一生懸命仕事するわけですよね、はい、一生懸命仕事して夢にまで見たマイホームを手に入れようとか、あるいは、消費アメリカに来れたのでアメリカのいろんなグッズサービスを受けようという、その、行為が経済を強くしているという諸刃の剣みたいな形になっているという、こういう話なんですね。さあ、これが一応 FOMC の文章で読んで、ここまでいくつかキーワードと、それからキーナンバーみたいなものが出てきたと思う、キーデータが見えてきたと思うんですけど、確認しました。はい、まず、就業者数に占める移民の割合をデータで取ってみました。この場合、移民というのは、まあ、とかく不法移民とかという言葉が日本でもよく新聞市場を賑わしてますが、はい、統計的にはフォーリンボーン、外国生まれという統計があります、はい、これを拾ってます。もう一個はネイティブボーンなんですね、うん、ボーンインザ USA ってやつですね、ブルース・スプリングスティンですけども、でこのフォーリンボーンの就業者に占める割合は今 20% 弱です、はい、で統計が取られ始めた2007年 15% ぐらいですから、まあですから17年の間に 5% ぐらい上がっている感じなんですね。で
こちらなんで雇用者で、なくて就業者と言ってるかというと、はい、このあなたの、あなたはフォーリンボーンですかな、ネイティブボーンですかというのは家計調査で調べられたんですよ。ほうほうほう。つまり雇用統計で我々がいつも見ているノンファンペイロールっていうのは企業が出すデータなんですね、はい、企業が出すデータにはこの人はネイティブボーンですとかこの人はな、フォーリンボーンですって書くことがないんですよ、とか言っちゃいけないんですよね、男性であるとも女性であるとも言っちゃいけないんですよ、年齢も言っちゃいけないんですよ、学歴がどうとか言っちゃいけないんですよ。これもアメリカしっかりしている、労働を受容するサイド、経営者の方は社長さんなんかはその情報を開示しちゃいけないんですよ、はい、じゃあどうやってこのデータを取ってるかというと家計調査、労働を提供する労働者、家計の方に聞いて、あなたのお家は今何名いらっしゃいますかと、ああ3名いらっしゃると、でそのうち働いてる方は何名です、2名です、その方は男性ですか女性ですか、年齢は、でネイティブボーンですかフォーリンボーンですか、学歴は、ここに聞いてって、でこの家計調査っていうのができるので、このデータはそこから生まれています。ですから正確性がどっちが高いかというと雇用統計の方が高い、しかし、丸7年から続いてますから、それなりに信頼性がある情報だと思っていいと思います。で家計調査をさらにしらみつぶしに調べていきました。次はこういうデータです。家計調査における労働力人口が長期的にどう変化してきたか、労働力人口を全体で、ネイティブボーンですね、アメリカ生まれと外国生まれそれぞれで調べてみました。で調べ方は1年前と比べてどれぐらい増えてるかどうか、はい、で3年前と比べて、3年前っていうのは2021年、コロナのリオープン直後ぐらいですね、みんなうわーっとこう労働市場に戻るとこですね、あの時と比べて3年前の数字をまあ割り算して、それは年率換算、1年間の年率スピード、まあ、株価の上昇スピードみたいなのですけどね、この対数計算を取るんですけども、それでいくと1年に何パーセントでしたか、で5年前と比較しました。5年前というのはコロナの前です。2019年の3月から、はい、10年前というのは2014年の3月からです。で見てもらうと全体が青ですね、で赤がアメリカ生まれです、で緑が外国生まれで、これ10年で見ても5年で見てもコロナに関係なく圧倒的に外国生まれの人の労働力人口の成長スピードが高い。そうなんですね。つまりみんな働こうとしている、労働力人口ですから働きたいんですっていう意思表示をしたら、働いている人と失業者、これ2つ合わせて労働力人口になりますから、労働意欲が非常に高いのがここなんですね。で全体が青なんで、アメリカ生まれの人よりも圧倒的に高いと思います。でこれ労働力人口なんで、そこから本当に働いている人の数っていうのを見るとさらに変わりました。こんな感じです。就業者の数です。ここ1年で見ると見てください、アメリカ生まれの人はむしろマイナスなんですよ。で全体ではこれ 0.4 ぐらいしか上がってないんですね、全然増えてない。しかし、外国生まれのフォーリンボーンの人たちの就業者は 4% 増えてます。特にコロナ明け著しいですね。で5年前と比べても10年前と比べても年率換算するとずっとアメリカのこの成長を支えてきた労働供給は外国生まれの人たちに支えられてきたんだなということがよくわかります。でさらに分析を進めます。ここまでは、家計調査データベースなんですけども、ここに雇用統計を加えてみます、はい、雇用統計は企業からのデータなんですね。いっぺんにいきますよ、まずこれは人口の伸びが青です。4つあります。で先ほど見た労働人口の伸びがこんなふうになります。これは全部全体です、フォーリンボーンもネイティブボーンも一緒にしたものです。で緑が就業者の伸びです、はい、で紫色が我々がいつも注目しているノンファンペイロール雇用者数、つまり企業にカウントされている、企業が数量を把握している労働者の数が紫です、うん、で最後に青が複数職と書きましたけど、マルチプルジョブホルダーっていうのがアメリカに統計にあります、マルチプル、これはマルチアンダーのマルチですけども、2つ以上の仕事を同時に就業しているという人がマルチプルジョブホルダーって言うんですけども、この人たちの伸び率を取っています。まず一つ分かることは、まあ、このマルチプルがすごい伸びてるのがあるんですよね。いや、そうですね。で紫の雇用が非常に強い、これが経済成長です。これが経済成長として FRB が考えているところです。でこの紫の伸びが緑の伸びよりも高いじゃないですか、緑の伸びというのは就業者、家計調査のデータなんですね、はい、家計調査であなた働いてますか、働いてます、
これは1個とカウントします、うん、企業調査で働いている人の数を出してください。うち15人です、うち20人です、前の月から比べて3人増えました、7人増えました。これが紫なんですよ、はい、企業で働いている人の数よりも家計調査の方が確実に少ないんですよ、はあ、ということはこれなんですよ、やっぱり複数働いてる、重複してるんですね、重複してるわけですよ。うん、家に働いてる人、あなた働いてますかっていう時に複数働いてますかっていう質問はありません。働いてるか働いてないかだけです、はい、だから一人の人間ですから一つなんです、はい、しかし企業の場合はその人が2社で働いてたらこれ2人とカウントされると。うん、でその結果雇用統計はやたら強くなっている。でおそらくここは私の推論なんですが、この複数職は低賃金で働く極めて労働意欲の高い移民の方が多くを占めているんじゃないかと思うんですよ。はあ、なるほどなるほど。これでですね、なんでこんなふうに雇用統計が強いのか、なんで私はもっと景気が悪くなると思っていたのに、相変わらず強いのかっていうのが大体見えてきた。おそらくは移民、低賃金の移民者の、複数職、マルチプルジョブホルダーが今経済をこう進めている、機動力になっている。でも同時に彼らがそうやって一生懸命働くことによって賃金は低い人たちなのでインフレを抑えられている。しかし彼らはインフレに負けないようにするために物価上がってるからもっと働かなきゃいけないと。できれば2時間でもいいからなんか仕事ないですか、3時間でもいいから仕事ないですかって言って、あちこちクリーニング屋をやりながら、例えばですよ、例えばクリーニング屋をしながらウェイターをして、空いた時間でカジノのディーラーをしてとか、まあいろいろあるじゃないですか。考えていけばいくつもあると思う、サービス業と考えれば。でもそういう仕事っていうのは得てして賃金はあまり低くない、高くない、うんうん、で生産性は低いで労働意欲の高い人たちが入っている。でこれによって経済が前に進んでいると。まあ、ところが先ほどの FOMC が出た通り低賃金ですからやっぱりリスクはあるわけですよ。 そうですね、でそのリスクは何かっていうとこちらです。クレジットカードローンの延滞率に現れています。だん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 厳しくなってきたという話なんですが、このグラフは3つあるんです、ちょっと重なっているところがあるので見にくいんですが、アメリカにはクレジットカードローンを立てている会社がいっぱいあります。ローンなんで、はい、まあ、最終的に銀行になんですけども、全体が青の折れ線グラフです。何パーセントかということで91年からのデータですね。例えば、2007年から8年金融危機の時にこれ赤と青重なっちゃってるんですが 7% ぐらいまで延滞率が増えたんですね。不況がなってですね、でその後下がっていくんですね、下がっていく。だけど、直近になってまた上がってきて、で金融危機以降ではコロナの水準を超えるまで上がってきたというのが全体です、はい、でこの全体の青と大体重なってみるのが上位100社、これは、銀行として言うと資産規模の上位、はい、大手銀行の、まあ、把握しているカードローン延滞率は大体これぐらいです。しかし統計はもっと細かいところまで教えてくれます。上位100社以外っていうのはちっちゃいところですよ、ちっちゃい名も知れるカード会社とか、あるいはそのカード会社に保証している銀行であるとか、こういうところでカードを作っている人の延滞率は今 7% 超えてるんです、もうすぐ 8% になりそうな。これはちょっとで、これはね、金融危機の水準よりも上なんですよ。はい、でもここはまた推測なんですけども、移民でアメリカに来ました、後ろ盾がありません、援助する保証するものがありません、資産もありません、働くしかありません、カードを作りに行った、断られました、でちっちゃいところに、まあ、地方の何かに頼みに行きました、やっと開けてくれました、でやっと開けて一生懸命働きました、働いたんだけども、そういう低所得低賃金の人たちの延滞率が上がってるのがここなんじゃないかなと思うんですよ、これあくまで推測ですけどね、ストーリーが大体成り立つじゃないですか、はい、でさらにこの移民とそれからアメリカ生まれの人たちの一つ大きな景気循環的に違うのがここなんですね。これ2007年からデータがあるんですが、2種類の失業率を調べてきました、はい、2種類の失業率というのはネイティブボーンアメリカ生まれの人たちの失業率と外国生まれフォーリンボーンの人たちの失業率は微妙に違うんですよ。微妙に違います。でどう違うかっていうと、例えば金融危機の時を見てください。金融危機の時にアメリカ生まれの人たちの失業率は 10% まで上がりました、はい、しかし外国生まれの人たちの失業率は 12% まで上がります。
ました。移民の人、外国生まれの人の方が失業しやすい。しやすいわけですね。そしてコロナの時もそうです。アメリカ生まれの人たちは 14% まで失業率がありました。しかし外国生まれの人は 16% まで失業率が上がりました。ここで不況期になると、はい、どちらの方がまあ、レイオフの影響って言いますかね、それを受けやすいかというと移民の人だったということが分かると思います、はい、一方でこのあたりのところを見てください。青と赤、青の方が上に見えません？そうですね、青の方がね。で今も24年の3月もアメリカ生まれの失業率、人たちの失業率は 4% なんです、はい、外国生まれの人たちは 3.6% なんですよ。つまり景気がいい時っていうのは、うん、労働意欲、安くてもいいから仕事がしたいんだと、とにかく仕事がしたいんだという労働意欲の高い外国生まれの人たちの方が失業率が低いんですよ。今まさにここにあるわけですよ。なるほど。でだけどここで覚えておいてほしいのは、ひとたび悪くなったら赤の失業率って跳ね上がるんですよ必ず。だから良くても悪くても影響を大きく受けるということですね。大きくぶれやすいんですね。ボラティリティが大きいわけです、はい、さらにもう一つ、今日のもう一つの話題である、マルティプルジョブホルダーの長期推移を、はい、もう一つ最後にこれ結論なんですけども、マルチプルジョブホルダーだいたい800万人ぐらい前後で動きます、はい、1年間の移動平均をこの赤い折れ線グラフで取っています。でもう一つグレーがかかっているのは、これは景気後退期です、はい、マルチプルジョブホルダー複数の仕事なんですが、当たり前ですけども景気がいい時には当然猫の手も借りたいわけですから、2時間でいいから来てくれないということで雇われていくわけです、はい、今まさにこういう感じです。ところがひとたび景気が悪くなるとガクッと落ちるのも、このマルチプルジョブホルダー複数職の従事者なんですよ。つまり今は確かに景気が強い、はい、よってこの人たちの力で、支えられてるんですけども、ひとたび景気が悪くなったら、例えば移民で、マルチプルジョブホルダーというカテゴリーに入る人たちはいとも簡単に極めてこう脆弱にガラガラッと悪くなる。今景気がいいんですが、悪くなった時の対応はひょっとすると激しく利下げをするとか、前もってそれを見越して利下げをやっていくとか、これこうコントロールするの、ナビゲートするのすごい難しいんですよ。でここまで調べてやっとあの最後の言葉なんですけども、はい、ちょっと戻りますね。ここだ。評価することは難しいと、ここだと思います。これだけ壊れやすい脆い人たちなんだと、脆い弱い人たちなんだと、例えばこれが、高学歴でそれこそ、まあ、資産も持っていて、で高付加価値、高生産性の高い賃金の人たちが切られたら、もうそれたち能力があったら次に転職することができるだろうし、でその人たちが作ったマーケットであればあんまりこのブレは大きくならないと思うんですけども、今こういう人たちが作っている経済成長ということは、塵も積もればっていうのは言い方悪いですけども、本当にその本当に小さい、あの弱い人たちが集まって、それが大きな山になって、アメリカの経済が 2% 台の成長してるんですけども、この山は崩れやすいという特性を持っていると思うんですね、はい、だからこそ評価することは難しいので、うん、最終的にパウエル議長もデータ次第だというしかないと。で我々はこのあたりのところをよくよく見つめて、よくよく観察して理解して、何があっても驚かないように、毎月毎月ですね、一歩ずつマーケットを歩みを進めていくしかないかなというふうに思いました、はい、次の議事要旨でイミグレーションという言葉がまた出てくるかどうか、ここら辺も見たいですね。よく仕事したでしょ。お疲れ様でした。岡崎さんのニュースコーナーでした。続いてはアナライズプラスのコーナーです。ここからはイデアファンドコンサルティング代表取締役兼楽天証券資産作り研究所ファンドアナリストの吉井隆博さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとゆったりと。はい、どのファンドがいいのかと、はい、ちょっと上から目線ですけど、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、成長投資枠、皆さん今NISAすごく関心があると思うんですけれども、うん、その成長投資枠でどうしたらいいかというところを伺っていきたいと思います、まあ、ズバリでもどれがいいんだってことでしょう。楽しみですね、はい、お願いします。はい、はい、あの今お話にもありましたけども、今回成長投資枠でということで、はい、でその中でもですね、日本株のファンドにちょっとフォーカスして、うん、ご紹介していきたいと思います。
で、これおさらいになるんですけれども、まあ、株式ファンドを選ぶときに見るべきポイントということで、5つ挙げました、はい、で1つ目、投資対象と、うん、いうことなんです。まあ、これは当たり前の話なんですけれども、まあ、いろんなファンドを比べるとき選ぶときには、同じ投資対象のファンドを比較して選んでくださいということで、うん、よくあるのがよくそのお客様からいただく質問で、吉井さん日本株ファンドとアメリカ株ファンドってどっちがいいですかって質問をいただくんですけれども、うんうん、これはマーケットの話なんですね、うん、どっちの市場がいいかっていう話で、うん、ファンド選びの話ではないということで、うん、そのファンドの運用がうまい下手を比べるときは必ず同じマーケットで比べてください、うん、でそのためにはそのいろんな商品がどこの株のどこの地域の株式なのかっていうのをきちっとまず見ることが大事ですよということですね。で今回はこれ日本株のファンドをフォーカスしていますと、はい、で2つ目が、運用の特徴ということで、ここではまあ、いわゆる運用スタイルですね。株式の場合はグロース株とかバリュー株とかありますので、まあ、そのスタイルがどうなのかというところを、まあ、ここは目論見書に書いてあるこのファンドの特色とかを見て、確認しましょうと。まず特徴を確認しましょうと。でさらに、その特徴プラス具体的な銘柄がどうなっているのかということで、ポートフォリオのリスク特性ですね。ここは月次のレポートとかを見て、まあ、企業規模大型株なのか中小型株なのかとか、業種の構成とか銘柄数はどうなっているのかみたいなところを、これも比べてみるということですね、うん、で比べるその基準はインデックスファンドになります、はい、インデックスと比べてどういう企業規模の偏りがあるのか、業種構成の偏りがあるのか、まあ、あるいは銘柄数が多いのか少ないのかみたいなところを見比べることで、まあ、そのファンドのリスクが高いのか低いのかみたいなところが分かりますよということになります。で4つ目ですね、あとは成績をしっかり比べておきましょうということなんですが、はい、まあ、まず1つは長期の成績を比べてくださいと。でこれはどういう意味が込められているのかというと、まあ、アクティブファンドであればやっぱりインデックス市場に勝てなければ意味がないですから、ただそうは言ってもアクティブファンドを常に勝ち続けるわけではなくて、やっぱり勝ったり負けたりしながら長い期間でどうなのかというのを見るためにまず長期の成績を見てくださいというところと、さらに5番目ですね、短期の成績も比較してくださいと。でここでその運用スタイル、得意な局面不得意な局面ありますので、それと今の市場環境を、まあ、両睨みでですね、その今の成績がまあその環境に合っている成績なのか、あるいはその環境に合ってないからそういう成績なのかというところをまあ見極めると、まあ、この長期と短期両方見ることでそのファンドの特徴なり実力が分かるのかなということなので、まあ、この辺をよく順番に見ていくということになります、はいはい、でここのところはこのポートフォリオのリスク特性のところはテレビの方でですねちょっと詳しくご紹介しているんですけども、はい、5月にお話を伺うことになっています、はいはい、でこちらですね、今回は成長投資枠の日本株ファンドということで、厳選6本ちょっと選ばせていただきました、うん、まあ成長投資枠の日本株ファンドってかなりの本数実はあるんですね、うん、あるんですけれど、あってさらに言えば結構いいファンドたくさんあります。もう上げると結構キリがないぐらいいいファンドありますので、まあ、その中でも今回挙げた6本というのは非常に特徴がはっきりしているファンドを6本挙げてみました、はい、まあ、あと成績が優秀なファンドということですね、はい、でちょっと一本一本見ていきますと、まずこちらですね、スパークス新国際優良日本株ファンド。でさっき選ぶ時の見るべきポイントというところで、そのファンドの特色をしっかり把握してくださいねと
いうことを言いましたけれども、例えばこのファンドの場合は目論見書に書いてあるのが、まあ、高い技術力やブランド力がありグローバルでの活躍が期待できる企業に投資をすると、うん、つまりこれが運用スタイルでいうとどのスタイルなのかというのを本来は考えなきゃいけないですね、はい、投資家側が選ぶ側が考えなきゃいけないと。でも結構これ難しい。いや、そうなんですよ。この文章を読むだけだとすごく良さそうっていうことしか分からない、うん、良さそうは感じるんですけれども、はい、これがじゃあいわゆるその運用スタイルでいうとどうなのかということで、うん、まあ、考えなきゃいけないんですが、ただやっぱり難しいので参考にできるところがありますということで、はい、ここにウェルスアドバイザーのカテゴリーというのが書いてあります。これのウェルスアドバイザーというのは昔モーニングスターと呼ばれていた評価会社、投資信託の評価会社ですね、うん、ここが、投資信託のそのカテゴリーを分類してますので、ここで見ると各ファンドのまあカテゴリーというかまあ運用スタイルを把握できることが把握できます、はい、なので、このファンドスパークスの新国際優良日本株の場合は大型グロースのファンドというふうに分類されています。で、ストラテジックバリューオープンですね、こちらは、これ野村アセットマネジメントのファンドになります、うん、でこれは分かりやすいですね、資産利益と比較して株価が割安でというふうにはっきり書いてありますので、うん、はい、まあ、これはその通り大型バリュー株のファンドと。で、続いて中小型株ですね、企業価値成長小型株、まあもう小型株って名前で書いてあります、成長株って書いてありますので、これもまあ小型のグロース株のファンドということになります。特徴としてはまあ ROE、 将来の ROE の水準とかその改善に注目していると、まあ企業価値が劇的に改善成長していくような銘柄を選ぶファンドと、こういうことになります。はい、はい、で続いて同じく中小型株ですが、こちらバリュー株ファンドですね、企業価値に対して割安に評価されている銘柄に投資ということで、これも中小型のバリューと、うん、はい、ここまでの4本は、運用スタイルがはっきりしたものになります、うん、はい、で残りの2本は実は、運用スタイルが変わるファンドをちょっと取り上げてみました。一つが、こちらのワン国内株オープン、これはアセットマネジメントワンで出しているファンドですが、こちらはこんな感じで書いてあります。マクロの投資環境の変化に応じて最適と判断される投資スタイルで運用ということなので、まあ、環境の変化に応じてスタイルを、まあ、変えるということですね、うん、で今の環境では大型ブレンドになってます。ブレンドというのはどちらかというとグロースでもバリューでもなく、インデックスに中立なポジションという感じなんで、今はあまり偏ったポジションを取ってないですということですね。ただこのファンドに関しては、過去の特徴でいうと中小型のグロースの局面で強いという特徴があります、はい、はい、その辺をちょっと覚えておいてください。で最後にこちら、野村ジャパンオープンというファンドですね、このファンドも結構古いファンドなんですけれども、こちらは目論見書にはこのように書いてあります。株価の割安性をベースに収益性、成長性、安定性を総合的に勘案して銘柄選定と。でこれおそらく、まあ、ここから読み取れるのはまず割安性をベースにって書いてあるんで、バリューのところはちょっと強いのかな、はい、ただし収益性とか成長性とか安定性、この辺を、おそらく環境を見て総合的に勘案してその時その時いい銘柄を選ぶと。で結果的には今は大型ブレンドになっていますけれども、こちらも過去の特徴を見るとまあややバリュー寄りなファンドというふうに覚えておいてください、うん、はい、で今お話ししたものをまあ図でまとめるとこんな感じですね、うん、はい、大型か小型か、そして成長株か割安か、はい、大型小型グロースバリューということで、はい、まあ、スパークスが大型グロースですね、まあ、グロース株は、大型だったらスパークス、中小型だったらこのアセットマネジメント1の企業価値成長小型株と。
で、バリューは大型だったら野村アセットマネジメントのストラテジックバリュー、そして中古型はイーストスプリングジャパンの中古型厳選バリューと、うん、で、この赤いポチ2つですね、ワン国内株オープンと野村ジャパン、ここはスタイルをまあ環境によって変えるファンドですが、うんうん、どちらかというとワン国内株はややグロースよりグロースが得意なファンド、はい、で野村ジャパンの方がややバリューが得意なファンドと、うん、こういうふうにまとまっています。まあこういうふうにまずは特徴をつかむことが大事ですね、はいはいはい、でじゃあこの特徴を踏まえて、成績を見てみましょうということで、はい、まずは長い実績で、まず中小型のファンドから見てみたいと思います。おお、はい、で、これは、まあ長いといってもちょっと比べられるのが17年の6月からなので、うん、そんなに長くないんですけれども、うん、まずこの青いチャートがこれ JPX の日経中小型インデックスですね、はい、まあ、JPX のインデックスをちょっと比べてみましたが、赤いファンドが、企業価値成長小型株ファンド、これすごいですね、まあ、グロース株のファンドですね、まあ、特にすごかったのがこのコロナ、ここコロナショックの時ですけれども、コロナショック明け金利が一気に下がっていく中で、まあ、ボーンと跳ね上がったと、うーん、まあ、これだけ爆発力のある、もう本当にその企業の成長力業績の変化とかをよく見て銘柄を積極的に組み替えていくようなファンドですね、はい、これがこちらの企業価値成長小型株で、一方でオレンジのイーストスプリングジャパン中古型厳選バリュー株、これバリュー株のファンドなので、この、まあ、18年からずっと22年ぐらいまではインデックスに対してかなり出遅れていました。ただし22年以降は回復傾向にあると、まあ、これは高金利の環境の中でバリュー株が見直されてきているということですね。なのでこれをちょっと短期で今度見てみると、うん、はい、21年の4月ぐらいから、まあ、直近3年ぐらいで見てみるとこんな感じですね、はい、先ほどまでこの爆発的に良かったこの企業価値成長小型株の方は、実はこの22年以降金利が上昇する局面の中でこうやってインデックスを下回っていってしまうと、前の高値まだ取れてないんですね。そうですね、だこれはやっぱりこのスタイルの特性として仕方ないんですよね。で、一方で今まで出遅れていたイーストスプリングジャパンの中古型厳選バリュー株はこういうふうに突き抜けていると。だこの辺のこう特徴をやっぱりしっかり捉えておく必要があると。過去の実績だけを見てこれがいいんだと、うん、これが期待できそうだと思ってここで投資した場合ですね、はい、それで投資した後にこういう結果になってしまった時に、うん、なんだとやっぱりアクティブファンドはコストが高くてダメだみたいなことをおっしゃる方がいるんですけれども、はい、それはやっぱり環境が合ってるかどうかしっかり見て選んでくださいと、うん、どんなにいいファンドでもやっぱり苦手な局面があると、うん、逆に言えばこの企業価値成長小型株は、この逆風の高金利の環境下では結構頑張ってる成績だと思っていただいていいと思います、はいはい、でも今日のテーマで即して言うと、まあ、もしも神様みたいに先が読めるんだったら、はい、切り替えても良かったわけですよね。おっしゃる通りですね、うん、で成長投資枠は銘柄の入れ替えができますので、うん、はい、そういう意味で言うとタイミングが合えばこのグロースからバリューに切り替えるっていうのは、うん、まあ、十分できたのかなと、うん、私のところのお客様でも実際にここ切り替えましたので、あ、それは素晴らしいですね。これ結構うまくいきました、うん、結構この期間が長く続いてるんで、うん、はい、そんなにベストなタイミングじゃなくてもちょっと遅れたとしても、うん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 、ここはかなりうまくいったというふうに思います、うんうん、はい、まあ、これは中古型株ですね、これ非常に分かりやすい結果ですと、はい、で今度じゃあ大型株見ていくと、はい、こんな感じなんですけれども、これは15年の3月から比べてますが、まず黄緑が、トピックスのインデックスですと、うん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 、でまあ、これは比較的長期と捉えていただいて、うん、長期で見ると、まあ、ここに出ている4本のファンドいずれもインデックス黄緑を上回っていますと、うん、
でちょっとここで、この赤いファンドですね、はい、野村セレクトオポチュニティってこれさっき出てこなかったファンドなんですが、うんうん、ちょっと戻りますけれどもここですね出てこなかったんですけれども、うん、これ実はこれだと思ってください。野村ジャパンを、はい、このファンドが実はファンドマネージャーが変わりまして、変わったここ2年ぐらいでですね、はい、うん、でそのファンドマネージャーがずっと担当していたファンドがこの、ね、野村セレクトオポチュニティ、今中身がこの中身に変わったと思ってください。なるほど、連続してそのファンドマネージャーのパフォーマンスを連続して取るためにつなげた形にしてるんです。そう、まあ、つなげたというか、もう全くこの中身がもうこれに入れ替わってます。なるほどなるほど、これを、はい、これで長期のデータを取ってるってことですね。そうですね、なのでこちらが、まあ、野村ジャパンの過去のデータとして参考にできるかなと、うんいうことで見ていただくと、まあ、いずれのファンドもインデックスを上回っていると。ただ傾向としてはまずこの青いストラテジックバリューオープン、うん、まあ、これがさっきのイーストスプリングのバリューと一緒で、うん、やっぱりこの22年まではちょっと出遅れていた、うん、これバリュー株ですからね。で一方で、グロースの特性がある、まあ、このオレンジのスパークス大型グロースですね、うん、それから、ワン国内株オープン、これもこれはあのスタイルを変えるというファンドですけれども、うん、特に価値が目立っているのはこの辺ですよね。15年から18年ぐらいこの辺中古型が良かった時なんで、やっぱこの辺が強いんですよね。なるほど、はい、でこう価値を積み上げていると、うん、でそれから、まあこの野村セレクトオポチュニティ、これは野村ジャパンオープンだと思っていただいていいんですが、これはどちらかというとバリューっぽい感じなので、うん、どうでしょうかね、このストラテジックバリューとちょっと方向的に似ているというか、うん、ちょっとこの辺も他のファンドに比べると出遅れている、うん、ただ純粋なバリューじゃなくてやっぱり環境を見ながら、まあセレクトオポチュニティって書いてありますけど、うん、環境を見ながら中身変えていくんで、まあ結果で見るとかなりいい結果になっていると。で長い目で見ると、まあ、こんな感じでいずれのファンドも、まあ、悪くなさそうですねと。で今度じゃあ短期でちょっと短い期間で見てみるとこんな感じですね、はい、まあ、21年の4月からということで、この22年からは、まあ、金利上昇局面に入ったということですが、ここから先はスパークスの大型グロースの新国債有料日本株がこういう感じでちょっと出遅れてしまったと。やっぱこれはしょうがないですね、うん、スタイルの特性、グロース株はやっぱり金利上昇局面弱いと。で逆に出遅れていたこのストラテジックバリューオープン、ね、やっぱりバリューがこう強いんだなと、うん、はい。で、野村セレクトオポチュニティ、これ野村ジャパンオープンですけど、うん、これもやっぱりバリュー色が強いんでここで出てきましたよね、この2年間ぐらいで出てきましたと、うん。で一方このワン国内株オープン、これは先ほど中古型の局面では強かったですけれども、足元はどうでしょう、黄緑のトピックスとほぼ同じような動き、うんうん、これはどういうことかっていうと、今はやっぱり中古型のグロースに振っても勝てないから、うん、インデックスに寄せてしのいでいる、うん、なるほどですね、負けにくいようにしのいでいる、守りに徹してるんですね。そうですね、うん、この辺がまあ、運用スタイルをフレキシブルに変えていくと。で結構その、まあ、野村セレクトオポチュニティとワン国内株っていうのは両方ともスタイル変えていくファンドなんですけれども、やっぱちょっとタイプが違うんです、うん、微妙にタイプが違う。なるほどね、うん、はい、という違いがありますと。なので、まあ、ファンドによってやっぱりそのパフォーマンスの出方が違いますので、はい、まあ環境に合わせて選んでもいいですし、あるいはあのこの苦手な環境も受け入れた上で、うん、長期的に高いパフォーマンスを取りに行く、うん、まあ持ち続けて長く持ち続けていく、まあ、そういう投資でもいいと、うん、この辺はやっぱりそのファンドに投資する方の考え方というか運用方針ですよね。それによって、どのファンドをどういうふうに持っていくかっていうのが変わってくるということなのかなと、まあ、そこがアクティブファンド選びの面白さであり難しいところとこういうことだと思います、はい、うん、面白い、ね、うん、
きっとご覧になっている方は目論見書もいろいろ調べて買ってらっしゃると思うんですけれども、もし毎日雰囲気で買ってるようなことがありましたらねこれからはちゃんと今は金利のどういう局面なんだっけ、うん、といったことも見ながら考えないといけませんね。そうですね。あともう一つ、はい、いいですか。まだネタがあるんです。実はこの野村セレクトオポチュニティのお話なんですけれども、うん、はい、要は先ほどファンドマネージャー変わったって言いましたよね、うん、でこのファンドマネージャーのお話ちょっとしたいと思うんですが、はい、まずですねこの水色のチャート、これが野村ジャパンオープンの過去の成績です、うん、で黄緑と比べてください。これトピックスのインデックス、うん、もうほぼインデックスと同じような運用をしてきました。このそうですね、ここまではですね、はい、でここからファンドマネージャーが変わりました、うん、で実際の中身はこの野村セレクトオポチュニティとほぼ同じ中身にここから変わっています、うんうんうん、はい、重ねた直近で見るとこんな感じです。あ、同じですね。全くここ一致してますよね、うん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 、オレンジと、あ、オレンジじゃない、赤と水色が一致してますよね、はい、変わってこれ中身がすり替わってるんですが、じゃあこの野村セレクトオポチュニティのファンドマネージャーの過去の成績ということで、この方が運用しているファンド3本あります、はい、一つはこの野村セレクトオポチュニティなんですが、うん、もう一つこのオレンジの情報エレクトロニクスファンド、これはいわゆる、まあ、この名前の通り、まあ、情報エレクトロニクスっていうぐらいなんで、まあ、テクノロジー関連とか半導体関連とか、うん、そういったものの大型のグロース株のファンドですね。でもう一つが小型のブルーチップオープンということで、うん、これ小型のバリュー株のファンド、うん、まあ、つまりこの方って、大型のグロース株も小型のバリューも何でもいけるファンドマネージャー、しかもトピックスと比べてもこれ圧倒的な、どのファンドも圧倒的な成績出してますよね、うん、まあ、その両方のアイデアが入ってるのがこの野村セレクトオポチュニティだと思ってください。へ、工房は筆も選ばずとかね、筆も選ばずって言われますけど、ね、この人は別にスタイル関係なく上手い方は上手いんだと、まあ、バリュエーションはよくきちっと見ながらも、うん、やっぱり環境によっていい悪いがあるんで、その辺をこう臨機応変にメリハリをつけてというふうにおっしゃってますね、うんうん、はい、まあ、何らかの方程式はあるんでしょうね、この方はお持ちなんでしょうね、はい、うん、なんか独特のそのセンスというか感覚みたいなものをやっぱり感じますね、運用を見ていて、ちょっと簡単に開示できないけれども、やっぱり何かしら持ってらっしゃるんでしょうね。番組読みたいですけどね。いや本当ファンド面白いなって面白いですね、はい、この辺はやっぱり目論見書を見ても、はい、なかなか出てこない情報ということで、やっぱこういうところもアクティブファンドの醍醐味なのかなというふうに思います。今度ですねテレビの方では5月に積み立て投資枠、うん、何を買ったらいいんだろうというところを伺いたいと思いますので、吉井さんまたその時はよろしくお願いします。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。では最後に番組からのお知らせです。 BS12-12 では各週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。投資を始めたばかりの人、新しいNISAの準備をしている人、また投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたい人などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は4月の27日土曜日です。どうぞご覧ください。そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定です。どうぞチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたテレビ YouTube でお会いしましょう。さようなら。